では下肢骨モデル寛骨付きについて解説します。こちらのモデルは寛骨、大腿骨、膝蓋骨、頸骨、腓骨、足根骨、恥骨よりになります。それぞれの骨は独立しています。次に関節の動作についてですが、まず股関節、こちらが屈曲、伸展、外転、内転が可能です。内旋外旋はできません。次に膝関節、屈曲、伸展が可能です。次に足首、こちらは背屈、低屈が可能です。内転、外転、内返し、外返しはできません。指の骨ですが、こちらワイヤーが通っていますので、ある程度形を変えて保持することができます。次に分解についてですが、まず股関節、こちらのナットを外して出なければピンが抜けますので、これで関節部分解ができます。次に膝関節、こちらも同様にナットありますので、こちらを外して分解することはできません。